視聴者さんこんにちはスンダモンなのだご機嫌いかがですか東北キリタンですどうもどうも東北ズンコです今回はザステートメント・オブ・ランドルフ・カーターの後編なのだ前編のあらすじを簡単にご説明しますとサイプレス沼という沼地でオカルトに傾倒するハーリー・ウォーランという元大学教授の男性が行方不明になってしまったウォーランに同行していた大学院生のランドルフ カーターが唯一の目撃者だったのだランドルフは恐ろしい何者かにオーランが命を奪われたと証言しますが信じてもらえず法廷で彼に与えられたのは第一級殺人罪だけでした警察官の主人公は本当にランドルフがオーランを殺したのか疑念を抱いて単独でサイプレス沼に調査に向かうわ幸運なことにオーランたちが調査の拠点として使っていたと思われる小屋を発見するのだ今回は小屋で金庫を開けたところからです真ん中は乾電池 完璧だ。この電池が欲しかったんだ。電池はカセットプレイヤーに使うのかなやっぱりな。また一つテープがコレクションに加わった。最後に手帳です。本を開いてみる。よかった。キッキは解読可能だった。私は、教授の走り書きは彼の信念と同じくらい熱狂的なものであるだろうと思っていた。そして、これらの書き込みはかなり最近書かれたもののようだ。どんな内容なの記録は4週間の間隔で行われている。 回顧録に相当する文章を期待していたが、もらえるものはもらうことにしよう。一周年、私は自分の経験を記憶することを考えたことがなかった。何年もの間最近になるまで、実りのない研究しか記すことがなかった。何日も何日も探検と調査を繰り返しながらの何の成果も得られなかったが、私はついに伝説が本物であることを証明する手がかりを見つけた。沼の中央にある企業な墓地に近づくと、囁き声が聞こえた。人から人への囁きではなく、異質なものだった。 沼の中央にある墓地何か手がかりが残されているかも。言葉では言い表せないほど異質な声だったが、それでも試してみる。囁き声は、私の心に植え付けられたように感じた。自分のものではない考えのように。ウォーランはこの囁き声に誘われて行方不明になってしまったのかしら墓地から聞こえるなんて、いかにも怪しいのだ。その言葉は神秘的で難解であり、聞き取れなかった。精神病院にいる。誰かのつぶやきのように聞こえた。恐ろしい。最初は、 ほとんど眠れない日々で体にガタが来ているのか気が狂いそうになったのではないかと思ったが行く先々で同じ囁き声が聞こえた幻聴ですか私の代理であるランドルフにはこの得意性を伝えておこうこの現象を理解する上で別の視点は非常に貴重だろうランドルフは一応沼地から生還できてるのよねどうしてランドルフだけなのだ 2>, 2週目私の頭の中の問い止めのない囁き声は幻聴ではなかったランドルフもそれを耳にしていたが哀れな若者は不満を抱いていた 彼は逃げるべきだと主張しこのような話を一般人に納得させることは全くもって不可能であると主張した実のところ彼はこの研究と手を切りたがっていたランドルフは師匠のストッパー役だったんでしょうねもちろん私は彼が任務を放棄するのを許した私は少しエンジンかもしれないが冷酷ではないしかしランドルフ青年はかたくなに残ったおそらく彼にとっては不利益だろう少しっていうかだいぶ変人だとは思うけどこの記事を書いている時点では声がどこから聞こえてきたのか見当もつかない 嫌になるほど、発掘調査が必要だと思う。シャベルを持参し、大急ぎで掘り始めることにしよう。私はただ、教え子が十分な時間忍耐を保つことができることを願うだけだ。三週目。先週はひどかった。私は学者だぞ。こんな肉体労働が必要なんて聞いてない。でも、あと少しなんだ。泥の中からたくさん異常な物品が見つかった。体の一部か土と同じくらい古い破壊しまで、私たちが捨てたものを他の人が見たら、気が狂ってしまったかもしれない。 かわいそうなランドルフは何度も途中離脱せざるを得なかった特に腕を発見した時などはそして掘れば掘るほどささやき声が大きくなったからだいよいよヤバい状況になってきたのだ声はやっつきになり始めていた気がつくと私は時々バカみたいにしゃべっていた色々いろいろと手遅れ感しかし私は辛抱しなければならないこの惨めな沼に怪物などいないかもしれないが異星人の恐怖も見逃すわけにはいかないおそらく侵略者は宇宙からではなく地下からやってきたのだ この研究は画期的かもしれない。もしかしたら、過去への掲示のヒントになるかもしれないのだ。視界文書は聖書を理解する上で重要な役割を果たした。司会文書が発見されたのは1947年ね。4週目。あらはは、見つけたぞ。囁きの源、ランドルフと私は発見したのだ。何週間も掘り続けたが、奇妙な壊石を発見した時、その声はとてつもなく大きくなった。石の下に何があるかは、神の味噌汁。考えてみれば。 同じような声が予言者たちを狂乱させたこともあったのだ。もうこれ絶対死んでるのだ。私は感じ取った。自身の心と現実を把握する力が衰え始めていることを。でも、それはそれでいい。これは私の研究がフィクションではないことを証明するだけでなく、カットたるものにしたのだ。やっと、やっとだ。お名を返上し、教授として復帰することができるんだ。もう外での講義はたくさんだ。いやいや、これからは最高の施設でしか教えない。よくに目が眩んでいる。そしてランドフ。 私の可愛いランドルフがそばにいる。指定として、私たちは世界を変えるだろう。好奇心旺盛な読者の皆さん、次の記事はあなたを驚化することだろう。念のために本の残りの部分を晒したが、それ以上の記述はなかった。背筋を冷たい汗らつだった。私は痛い無視そしてもしかしたらワニを見つける心の準備はできていたかもしれないが、決してハーリーが熱狂していたようなものではなかった。主人公が想像した以上のヤバジアンだったのね。彼がすっかり心を奪われてしまったように思えてきた。 私たちの脳はとんでもない話を信じ込ませる能力がある。哀れなランドルフは、この狂気に巻き込まれたのだろう。これで彼ら911に通報しなかったことを正当化することはできないが、少なくとも殺人犯として起訴されることは免れるだろう。精神科に行くことはあっても、刑務所に行くことはない。目的地は決まった。彼らが行った掘削作業のおかげで、墓地を見捨てるのにそれほど時間はかからないはず。かわいそうなハーリーには気の毒なことだが、 私に彼の研究とやらを追求する気はなかった。彼の遺体を見つけたら、私は家に帰る。移動する前にテープを聞いた方がいいな。墓地の場所はこれでわかるかもだけど。主人公一人が深入りするのは危険な事案な気がします。とりあえずは見つけたテープを聞いてみましょう。遺体、見つかるのかなその場所は古代の墓地でした。あまりにも古く、私は主事の太古の年月の痕跡に身震いしました。そこは深く湿った空洞の中にあり、雑草やこけ。 そして奇妙な捕服性の植物が生い茂り、ぼんやりとした悪臭で満たされていました。崩れた墓石を見ていると根も葉もない空想が脳裏をよぎりました。至るところに放置され老朽化した痕跡がありました。そして私は、もう乱と自分が何世紀にもわたる沈黙を破った最初の生き物だという考えに取りつかれているようでした。谷の縁の向こうでは、得体の知れない地下墓地から噴出している不快な蒸気の間から薄暗い三日月が覗いていました。そして、 その世は弱しく揺れる光によって、いまわしい一連の古びた平板、骨壺、慰霊碑、霊病のファサードを見分けることができました。すべてが崩れ、苔が生え、湿気で汚れ、生い茂る不健康な植物によって隠されていました。明らかに見えている地雷なのですが。この恐ろしい共同墓地で私が最初に鮮烈な印象を受けたのは、モーランと一緒に、半ば崩壊した墓の前で立ち止まり、背負っていた荷物を下ろした時のことでした。 私は電気ランタンとシャベル2本を持っていましたが、同行者は私のものと同じようなランタンと携帯電話機を持っていたことに気づきました。携帯電話機この時代にスマホやガラケーは多分ないのだ。どこで何をすべきかをよそ理解していた私たちは無言で、死体なくシャベルを手に取り、大河で古めかしい霊安室から草や雑草、土砂を取り除き始めました。3枚の巨大な加工岩の板からなる表面をすべて掘り起こした後、私たちは少し離れて、 この納骨堂の光景を観察しました。そして、モーランは何か計算をしているようでした。それからモーランは墓に戻り、シャベルをテこのように使って、当時は記念碑であったであろう石造りの廃墟に一番近いところに横たわる板をこじ開けようとしました。彼の試みはうまくいかず、私に助けに狂いを合図しました。そしてついに、私たちは力を合わせて石を緩め、持ち上げて片側に傾けました。化け物みたいな行動力ですね。すごいわね。なんてことだ。 墓地の情報は欲しかっただ。ドキュメンタリーを撮る心の準備はできていないぞ。次がここにあった最後のテープなのだ。再生してみます。主人公、帰った方が。残念ながら君には地上に留まるようお願いしなければならない。君みたいな神経の弱い人間をあそこに降りさせるのは犯罪行為だからね。私がこれから見るべきもの、やらなければならないことは君が読んだ本や私が話したことかは想像できないだろう。こいつは悪魔みたいにひどく厄介な仕事だ。カータ、鉄に覆われた神経を持たぬ人間が最後まで見届け。 正気で生還できるかどうか疑問だ。君の気分を害するつもりはないんだよ。地下って、君と一緒に降りられたらどんなに嬉しいことか。しかし、責任はある意味で私に会い。私は君のような神経質な人間を視野狂気に引きずり込むことはできない。言っておくが、それが実際にどのようなものか君には想像もできないだろう。しかし、私は一挙一動を電話で知らせると約束する。地球の中心に到達して戻ってくるのに十分な電線がここにあることがわかるだろう。延長したケーブルをつけた電話を持って地下に降りたってこと とんでもないことをしますね。たとえ幾分過力であったとしても、ハーリーが教え子に対していくらかの思いやりを示していてよかった。手遅れじゃ。しかし悪魔みたいに厄介な仕事について言及されても、私の不安は解消されなかった。捏造に違いない。二人の男が同じ狂気について語るのを聞き、あの地獄のような墓地に行くことを考えたことさえ後悔した。多分、私はこの調査を中止すべきだ。上司に再調査を要請するよう説得できる証拠を私は持っていた。上司。 説得できるかな他の同僚が、あえて証拠を見落とした可能性はないですかねいや、私には何の権限もない。良くて私を脇に追いやり、悪ければ私を首にして、私が発見したことを自分の手柄にする。私なら、あの陰謙な野郎にそんなことはさせない。やるべき仕事があった。ただ、エクソシストではなく、警官の専門知識が必要であればいいのだら。ああ、もうこんな時間だ。カーリーの遺体さえ見つかれば、あとは何もいらない。 自分が怯えるようなリスクは犯したくなかった。ハーリーは狂人だった。彼とその教え子が、墓石に関してどんな物語を作り出したのかは神のみぞ知る。どうにも気合が入らない。集中して、目の前の仕事を終わらせないと。やっぱり、どうしても墓地に行くのね。ハーリーの遺体が見つかったとしても、主人公の遺体が増えたら意味ないのだ。ここは、テートを再生しながら歩くと、埋葬地はすぐに見つかった。沼地は広いのにあっさり見つけてしまったのね。 誘導されてるでも何かが変だった。初めてここに来たときは野生生物の鳴き声で騒がしかったのに。今、私と共にあるのは寂しい静寂だけだった。コオロギもヒキガエルもいないし、小屋を出てから蚊に刺されてもいない。どう考えてもまずくないですかすでに皆既認証が。ここはいつもこんなに静かだったのだろうか。これらの声がランドルフとハーリーの他の全てを書き消してしまうのだと私は思った。ささやき声は聞こえないこの沈黙が彼らを狂わせたのだろうか。 我々の心は理解できないことを理解しようとすると、我々を騙す傾向がある。一方、墓地はまるで海賊に略奪されたかのようだった。掘り出された泥が散らばり、岩の塊がそこかしこにある。手足の欠損、という電球にもかかわらず、匂いもせず、何も見えなかった。少なくとも善良な教授はそれらを処分する分裂があったのだ。発見した遺骨を埋め直したということですか乱端に頼らなければ何も見えない。一見したところ、その土地は泥の塊にしか見えなかった。 しかし、よく見ると。墓石を調べましょう。最近安置されていた場所から引き離された墓石を見つけた。その下の穴はハーリーの仕業に違いない。気分を読もうとしたが、本と同様の殴いらきだった。私は身震いした。あの本はインドのものだったというのに、なぜこのような文章がサイトレスに、何かの冗談なのか。証拠品ロッカーにあった本のことだね。どちら様ですか私はランタンを落とし、後ろに飛びのいた。あの声は、 一体何だったんだ警察だ、姿を見せろ。私はランタンをかざして辺りを見回したが、前と同じように沈黙が続いていた。馬鹿げていた。銃は持っていたが狂いが止まらなかった。その声は、ハーリーの日記から直接聞こえてくるささやきのようだった。いや、違う。これはただの幻聴だ。きっと私は神経がまいっているんだ。だだ、思ったよりは控えめな声だった。私は深呼吸をしながら荷物を取り出し、中を覗き込んだ。死亡フラグが無限に立ちまくってますね。 普通の墓ではなかった階段がありワイヤーのようなものが下へと続いているテーテで語られていた電話のケーブルのようだった彼の遺体はここのどこかにあるはずだハーリーが生きている可能性はゼロ私は問題なく墓の中を歩くことができたインドではこのような精巧な墓を作る習慣があったのだろうかエジプトにもそういう慣習があったことは知っていた壁には異国の聖句がびっしりと書かれていて見ていると寒気出したあまり集中して見ないようにする 聞こえ続けている声は十分にひどいものだった。とはいえ、私はこの全てに魅了されずにはいられなかった。この文化は何千年も前のものだろう。そしてはるばるここまで伝来したのだ。どうやって。好奇心が。ハーリーの執念に共感できた。彼の遺体を見つけるためであろうとなかろうとこの遺跡はさらに調査する価値がある。そして終着点にたどり着いてもハーリーの姿は見当たらなかった。ランドルフは本当にオカルティストを演じるほど狂っていたのだろうか。若者はサイプレスの中で過ごす間に混乱していただ。 それが彼を殺人へと駆り立てたのだろうか、わからなかった。集めた証拠を持ってしても陪審員を説得するには不十分だろうし。他に証拠は他にも考慮すべき物品がいくつかあった。電話があり、シャベルがあり、さらに噂をすれば、新しいテープがあった。一応全部調べてみるこのテープはかなり重要そうですね。こうして私の途方もない追跡は終わりを迎える。少なくともこれら最後のテープだと思いたい。今持っている電池があれば、帰り道に聞くことができる。そうすれば、 ささやき声も聞かずに済む。マジで帰れるのかなブズルズしていたら、カーリーの二の舞になってしまう。最後のテープは後で聞いてみよう。この話はこれで終わりにしよう。内容がすごく気になるから最初にテープを聞いてみましょう。よく再生可能なテープが残ってましたね。だよね。神よ、もし私が見ているものを君も見られたなら、カータ、ーなんて惨別な、恐ろしい、信じられない。オーラン、それは一体、何なんです言えないんだよ、カータ。ー 全く考えられないことだ。とても言うことはできない。それを知ったら大一人として生き延びられない。偉大なる神よ。こんなことは夢にも思わなかった。一体何を目撃したのとんでもない化け物とかでしょうかカーター、五章だから、石板を元に戻して逃げ出すんだ。急いで、他の全てを捨て置いて外へ出るんだ。それが唯一のチャンスだ。私の言う通りにしてくれ。何も聞くな。逃げろ、お願いだから、石板を元に戻して早く逃げるんだ。カーター。ーラン気を確かに、今降りますから。 ダメだ。君には理解できない。もう手遅れだよ。そしてこれは私の過失なんだ。石板を元に戻して逃げろ。もう誰にもどうすることもできない。早く、手遅れになる前に。カーター、急げ。無駄なんだよ。君は逃げなくては。二人より一人の方がいい。石板を。もう終わりだ。これ以上事態を悪化させないでくれ。あのいまいしい階段を塞いで、命からから逃げろ。時間がない。お別れだな。カーター、もうあんことはないだろう。下にいる化け物を外に出さないように。 この地獄の化け物ね、軍団ね。あ、神よ、見てろ、見てるんだ。早く。まさか、たくさんいるオーラン、オーラン、応答してください。いるんですかこの墓地、一体何がいるの今、地下への階段の穴って開いてるよね。まずいのでは。携帯電話機は無傷のようだった。指紋の調査はできたら、その程度だった。この時代にすごいわね。このように全ての物品が損傷していないのは不思議だった。もしランドルフだハーリーを手にかけたのなら、 こいつらを沼地に捨てるくらいの知恵はないのだろうか。なんだか不自然だよね。苦に落ちない。彼の証言、テープ、私ら見つけた手がかり、それらは何かを示唆しているが、殺人ではない。少なくとも従来の意味では、最後はシャベルを確認します。シャベルの先端に付着した泥は新しい。これにより、テープで言及されていた発掘作業が証明された。残念ながらシャベルには傷はなかった。ランドルフがハーリーの頭をぶん殴る光景が見えるようだ。 ともかく何かしらの文化への狂心的な崇拝行為として彼は自身の身を地中に埋めたのだろうかそうだな疲れすぎていてその理論を検証するのは無理だこれを使って別の調査を正当化することもできるがそれだけだここから出なければ遺体は諦めた方がいいわよ私は穴から上がった無駄足ではなかったと信じたいけども結局ハーリーはどこにそして破壊しを元の場所に押し戻したこの狂気の沙汰に他の誰も巻き込まれてほしくなかった 刑事でもない限り、私ら非分を隠蔽しなかった唯一の理由は、調査員をそこに誘導できるようにしたかったからだ。この場所は危険だった。ここが何なのかわからなかったら、一般市民を守る必要があったのだ。ありがたいことに、私はこの地獄の穴から脱出しているところだった。この静寂の中、真っ暗なる街で、耳元に囁き声が聞こえてきた。イライラさせられる。私は銃に手を当て、呼吸を整えようとした、唯一の文明の力だ。 そう大きな誤解だったんだそんなものは主人公の命がくそここから逃げるぞ私は逃げたナンドルフのこともこのくだらない事件のこともどうでもよかったここから出たかった見えない何者かから逃げながら沼地を進んでいくと額から汗が流れ落ちた一歩一歩歩くたびにささやき声は大きくなっていった誰もいないのに私は追われているかのようだった本当に誰もいないのだカセットに目をやると テープだまだ再生されていた声の源はこの声はカセットテープから近寄るなこのつま先が石にぶつかり私は倒れてしまった私は慌てて立ち上がったが一対の目から放たれる視線に打たれて動けなくなった私に見えたのはその背後の彼だけで次の瞬間にその彼ら近づいてきた私の手は急いでホルスターに向かい銃を抜いたためらうことなく私は発砲した 怪物に銃は効くのか断<ー>層をからにするまで撃ち続けたら無駄だったその輪郭は私の視界をほとんど飲み込んでしまった恐ろしくなって私はあって逃げようとしたほとんど進めなかったとっくにオーラム化け物外に出てきちゃったんだね怖くて不気味だけどすごくいいえね化け物の正体とは一体墓地の外に出てきたら絶対ヤバいと思うのだゲームはここまでねツン様寒くないんですか 私は大丈夫よ鍛えてるからね改めて2回にわたって続けてきた今回の実況もこれで終わりですね原作のランドルフカーターの真実はランドルフの独白形式なのにそれをゲームにまとめるという理欲的な作品だったのだカセットテープがどうしてここにあるんだっていう箇所はあったけれど個人的にこういう挑戦的なゲームはどうしても動画化したくなってしまうのよね 遊んでる最中はすごく楽しい作品だったのですが過去動画化した中でも最高難易度といっていいくらい翻訳が大変でした投稿者はエグ力を鍛えた方がいいわね原作でも最後に出てくる化け物の正体はわからないのだわからないわね個人的には正体がすごく気になるけど興味がある人は原作もぜひ読んでみてねともかくお付き合いくださった皆様も本当にお疲れ様でしたそれじゃ 最後に前回の広告とギフトのお礼をするのだ前編から感覚が空いてしまってごめんなさいね広告とギフト本当にありがとうございました圧倒的感謝ですノベルゲームは文章が多くて翻訳が大変だけど楽しいから好きなのだそれじゃ今回の実況はこの辺りでご視聴ありがとうございましたそれではまた次回の動画で会おうねバイバイまたね チャンネル登録高評価よろしくなのだ